はい、こんにちは、広報の本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。防擬処理、放散は水に弱いという件ですね。いつも勉強させていただいています。建て替えを検討中です。 2x4 のモノコックという建築工法です。こちらで勉強させていただき、シロアレ対策は放散が良いと考えるようになりました。ハウスメーカーから、柱は乾式加圧式 永久認証材、現場施工の土壌処理と構造用合板（ノボパン）いや、基礎などは、ミケブロックという薬剤（10年保証）が標準だと聞いています。放散エコボロンスーパーを使うこともできるが、5年保証だし土壌処理ができないですよと否定的です。専門業者が施工を行うので不慣れというわけではないです。質問なんですけども、質問1、放散はメンテナンスはほぼいらないはずなのではないでしょうか。質問2、放散は水に弱いので土壌処理ができないですよね。では構造合板は、壁の中の湿気を外へ、逃がしますよね。その湿気は放散に影響を与えないのでしょうか、というご質問です。まあ、この質問、ずっと書いていただいてるんですけども、結局質問のこと、ご質問の内容としましては、放散はメンテナンスはほぼいらないはずなのではないでしょうかっていうところですね。放散はですね、この方が書かれている通り、もうズバリでですね、水に弱いので、処理した後ですね、水に濡れてしまうと効果が薄れるというふうに言われていますので、基本的には施工中気をつけていただいて、防水処理っていうのが、水濡れないところまでのその現場が進めばですね、特に問題はないかなと思っていますので、それでいくとメンテナンスはいらないと思っています。放散は水に弱いので土壌処理ができないですよね。それはできないです。土壌処理はできないので。では構造用合板は壁の中の湿気を外へ逃がし、外気層へ逃がしますよねということで書いてるんですけども、構造用合板は透湿性能が低いもの、を使えばですね、どんどん外へ逃げていきますので、確かにその湿気は逃げるんですけども、湿気とですね、濡れるっていうのはまた別物ですね。濡れるっていうのはですね、その中で要は結露、してしまうという形になりますので、別にその結露をしてしまうと流れるというあの考え方が一つあるのかもしれないんですけども、基本的にはそういうあの壁内結露だったりとかですね、その通気層が結露することは基本的に空気が流れているので、ないという考え方になりますので、それはまたちょっと別の問題になるかなというふうに思っていますので、その辺は心配ないんじゃないかなというふうに思いますというところですね。湿気というよりはその施工不良とかで壁の中にはないですけどもね、雨が入ってしまって濡れてしまったりとか、水に濡れてしまうと、そういう放散処理の効果はちょっと薄れるかなというのはありますので、そこだけ注意していただけたらいいんじゃないかなというふうに思っていますというところです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。はい、こんにちは、広報の本田です。今回もですね、この動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではですね、家づくりに関すること、家づくりに関するご不安なこと、家づくりに関する施工に関すること、家づくりに関する商品のこと、家づくりとはちょっと関係ないお話から家づくりの、裏話、含めてですね、いろんなことをですね、動画にして皆様にお届けさせていただけたらなというふうに思っています。ご興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけたらですね、最新の動画が皆様の方に、